松山市港町5丁目の伊予鉄高島屋にある大観覧車くるりんのゴンドラ2機が今治地域のゆるキャラバリーさんの絵柄にラッピングされ26日運行を開始しました。番町幼稚園の園児らおよそ30人を招待して行われた運行開店式では、伊予鉄高島屋の奥村正綱社長がバリーさんと写真を撮ったり観覧車に乗ったりして遊んでくださいと挨拶し、井出しおんちゃんらがテープカットして運行を祝いました。式の後には園児や一般客に開放され、バリーさんのゴンドラに乗った親子は次のように話しました。子供もバリーさん好きなので、ぜひちょっと連れて来たいなと思いまして、すごい可愛かったです。中もバリーさん仕様にラッピングされてたので。伊予鉄高島屋は去年のゴールデンウィークの倍のお客さんに遊覧を楽しんでもらいたいとバリーさん効果に期待を寄せていました。